チョコ好きさんに緊急速報。アイハープはもうすぐチョコ類配送一時停止になります。熱に弱いチョコやグミ系は一時期配送 NG、 今のうちに注文しておきましょう。ということで今回は誘惑のチョコ紹介します。オーガニックダークチョコレートエキストリームダークカカオ 88% 高カカオなので夜チョコにはこちらがおすすめです。オーガニックダークチョコレートアーモンド&カイエン、こちら切り込みの大きさちょうどいい感じです。割ってみるとアーモンドゴロゴロ、塩とチョコレートのバランスもほんと最高でした。ダークチョコレートバニラクランチ、砂糖一切使われてなく低GI ココナッツシュガーのみ、脂肪をためにくい甘味料なのでダイエットさんにおすすめ。ちょっと小さめですが結構太いです。コクと深み優しさを感じるチョコです。つぶつぶ食感も好きでした。チョコレートカバーアーモンドシーソルト、こちら 70% ハイカカオ、つぶつぶした感じが結構入って塩が効いていて濃厚ですね。甘さ控えめ、こだわりも素晴らしく高品質なチョコです。ダークチョコレートアーモンド入り、ココア 52%、 砂糖ゼロ、低 GI のマルチトール、ステビアの甘味料、ダークだけどそこまで苦味を感じませんでした。カリカリ噛み応えありました。アーモンド入りミルクチョコレート、切り込みはちょっと大きめ、アーモンドはゴロゴロ入っています。ミルクチョコアーモンドが好きな方間違いなくこちらです。ほんとゴロゴロアーモンド入っていてミルクの甘みもしっかり感じます。ミルクチョコレートクッキーバーキャラメル、棒のようなチョコが2本入っていました。塩も感じるキャラメルチョコクッキー、オーガニックピーナッツバターカップミルクチョコレート、中はクッキーのような感じかなと思ったらとろりとしたピーナッツバターが入っているような感じでした。これかなり甘いです。私はもう一袋で十分って思いました。子供に食べさせましたね。ラブクランチプレミアムオーガニックグラノーラバーダークチョコレートピーナッツバター、これは前回買ったグラノーラがすごく美味しかったのでこのバータイプも買うことにしました。もう手が止まらなかったんですよね、バリバリ食べて。でこちら開けてみるとこのようにグラノーラがくっついたような感じになっています。ピーナッツ風味がしっかり感じれてものすごく美味しかったです。同じくラブクランチプレミアムオーガニックグラノーラバーダークチョコレートマカロン、箱かわいいですよね。開けてみると6本入っています。わずかにココナッツの風味も感じました。外国製にしては甘すぎない方じゃないかなと思います。グラノーラ好きな方このサクサク感気に入るんじゃないかな。さらにラブクランチプレミアムオーガニックグラノーラバーダークチョコレートレッドベリー、前回のグラノーラがすごく美味しかったので見つかっちゃいました。このように箱は上からポコポコとすぐ開けることができます。USDA オーガニックなので全てナチュラルな素材でできているのは安心の一つです。からといって食べ過ぎは良くないですけどね。ザクザクしたベリーの感じ食べ応えありました。一袋食べると結構満足します。ラブクランチ連続で紹介しましたがこちらの中で一番好きなのはピーナッツバターでした。チョコレートどうでしたか？一挙にさらっと紹介してきました。気になるチョコありましたか？ほんとチョコって誘惑でも幸せのチョコレート。Thank you.